こちらはですね、東京都水道橋駅ね、そのね、水道橋駅から間もなくね、はい、こちら、麺どころハッピーさんというお店にね、今回は来ました。まずそばがね、まあメインなのかなという、はい、頼んだのはね、混ぜそば大とね、ライス、そしてね、生卵もね、注文しました。お店はね、今年の4月にオープンしたばかりで、このエリアね、私ね、好きでね、よくね、ブラブラしてたんですよ。水道橋のね、ウィンズはね、もう我が家みたいなもんでね、はい。競馬やってね、レコヤ巡りというね、はい。で、今回ね、こちらのお店のことを知りまして、初訪問というわけで、客丼でーす。混ぜそば大ですね。コールはね、ニンニク辛めにしました。そしてね、はい、ライスと生卵もね、到着しまして、まあ、大ということなんですけど、麺量は 330g なのでね、二郎に慣れている方ならね、大でもね、大丈夫だと思いますけどね。自分はね、あまりね、この混ぜそばとか汁なしにはね、野菜は混ぜたくないんですよ。インパクトがね、弱くなっちゃう感じがして、でもね、ないとね、やっぱり物足りないというか、これがね、豚がね、すごくうまいんですよ。味付けもね、食感もね、これちょうどいい感じのバランス豚という感じで、脂もね、ほんのり甘みがあってね、これね、デフォで2枚は嬉しいですね。赤星さんのね、動画でリクエストしていた酢もね、この早速卓上に置いてありましたしね、うん、この素早いね、柔軟な対応がね、とてもいいなと思います。はい、さてね、これ麺の方もいきますけどね、平打ち太麺ですね。まるでね、ひもかわうどんみたいなね、そんな感じですけど、太麺好きのね、私としてはこれもうたまらんざかっていうね、はい。なんでもね、店主さんがね、惚れ込んだというね、そういう麺のようで。もうこれね、めちゃくちゃ美味しいね、麺ですよね。思わずね、ミスター味っ子みたいにね、うまいぞーとね、言ってしまう、そんな麺ですけど、うん。わかります？これ、ごわむちなね、食感でね、つい、ね、小麦の風味がね、これまたいいですね。うん。で、麺の主張がね、非常に強いので、このタレもね、やっぱり醤油感がね、強く濃いめにしないと、これね、麺に負けてしまう、そんな感じなんでね。うん。で、やっぱりよくね、混ぜて、ニンニクも一緒にね、こう、もうね、わしわしと食べる、そんなのがね、いいんじゃないかなと思いますが、はい、すするのがね、なかなか大変なんで、もう食らうっていう感じでね、行った方がいいと思うんですけど、こういうのがね、自分はもう大好きでね。あと混ぜそばにはね、ニンニクをね、入れない時が私は多くって、汁なし系はね、スープがないんで、ニンニクのね、辛みがね、ダイレクトにね、来てしまうとね、これ結構辛い時があるんでね、はい。でもね、こちらのニンニクそんなにね、うん、辛くないんで、これはね、行った方がいいと思いますね。はい。そして店主さんもね、非常にね、丁寧でね、謙虚さもね、伺える、そんな方で、このね、まずそばにね、そういう人柄がね、出ているね、そんな気がしましたね。はい。そしてもう一つね、の混ぜそば。これ、揚げニンニク混ぜそばっていうのがね、あるんですけどね。これはもう名前からね、想像するにすごそうな、ちょっとね、スケジュール調整がね、必要な感じのね、
メニューかなと思うんですけど、さてこの辺でね、もう一つのこのお楽しみ、ハッピータイムね、このライスと意味のない演出をねちょっとぶち込んでみました。はい、しかしねこれはもうね、はい、いいですよ。うん、これはもう間違いない。生卵もねこれねぶち込んだりとかしてね、はい、これがねハッピー流 TKG ということでねおすすめとなっていますけどね。でもこの編集している時にね気づいたんですよ。追い刻みニンニクお出ししますなんてね、はい、これはねガッテンというね、まあ次回のねこれお楽しみということで、まあそれにしてもね赤星さんねこれねやるべきでしたよ。はいはい、ごちそうさまでした。この後ね秋葉にちょっと行きましてね、相変わらずね、うん、こんな感じのね街なんですけど、で秋葉に来たらねこちらのお店にね、寄るんですけど、このねケーブルなんかを売ってるお店なんですよ。ですごくねまあ安くって種類も豊富ですがね、これ誰が買うんだというようなね超マニアックなね音楽 CD とねタロットカードとかね占い関連のものがね、あの電子製品と一緒にね置いてあるんですよ。まあこの辺がね非常に謎な感じのお店なんですけどね、いつかね CD を買おうと思っているんですけどね。はいはい、この動画ね面白いなと思った方はいいねボタンとよろしければチャンネル登録をお願いいたします。はい、今回はこの辺でさよなら。